今回5つちょっと用意させてもらったんですけど、はい、今年はあのウェブを変えさせてもらったんですけど、はい、問題なかったですか、ね、問題ないですね、はいはい、これでまた聞きたいと思います。亀で亀で、はい、今年ちょっと5つ用意させてもらったんですけど、途中でまた何個か入れる形で、はいはいはい、今年も何個か入れさせてもらった。今年は試合用ですかね。試合用1個追加 で、ね、はいはい、2つじゃちょっと厳しい感じですか。いつもだいたい2つで済むんですけど、はいはい、今年なんか皮がヘタるというか、はい、柔らかくなりすぎて、あでなんかちょっとこう早かったですね、消費が、はいはいはい、なんで、まあ、2つ、3つか3つぐらい結局、はい、3つになって、はいはい、オフからちょっと使いすぎたっていうのもあるんですけど、1個だからその夏場の暑い時期を超えたら湿気とかでちょっとぐちゃっとなっちゃうんですね。夏場やばかったですね、はい、今年暑かったっていうのもあるし、はい、僕汗かきなんで、はい、一気にこう早く消耗するとか、あの乾燥室とかに突っ込んでました、はい、毎日、はい、これは2年目かな、この子。はい、去年から、はい、今年のシーズンから、はい、そうそうそう、来年2年目です。なんか違うパターンも考えてもいいかもしれないですね。2つパターンぐらい、もうちょいシンプルなやつ。キャンプから作っていくって感じ。いや、僕はもう自主トレから作っていく感じです。いつもこれ終わってスマホ持って帰って12月から練習するんで、ちょっとずつ使っていって。ああ、そうかそうか。で、2個なんですよ。今年はそれで3個目もらったから、ちょっとペース早かったので練習用使うの忘れて常にこれでやってたんですよ。そしたらどん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 こっちだけ余計に、もうちょい練習用使えばよかったんですよ。現代モデルでいいっすね。分かってる人は分かってるね、やっぱり。勝手に自分のロゴ入れてるけど全然いいですよ、全然いいと思いますよ。こんな短かったっけ。懐かしい。